どうも、尾形千恵里担当プロデューヌのテクタンと申します。今回はドレスコーデで MV の動画になります。今回はハイファイデイズ、こちらの衣装風のドレスコーデを作っていきたいと思います。衣装はすごく欲しいけど、なかなか課金も厳しいし、衣装に課金するのが厳しいって方はちょっと参考にねしていただければと思います。衣装はもうちょっと作ってあるんで、5人分ちょっと作ってあるんで、一人一人どんな色合いで作ったかをちょっと紹介していきたいと思います。まずはセンターのちえちゃんです。まずベースの色が水色、もともとのね服が水色ベースの服だから、まあ周りは同じように水色にしております。そして2つ目のここをグレーにしております。ちょっとねちえちゃんのその衣装にも黒いとこ、腰のところとか肩のところ黒くなってるんで、ちょっとその色味を表すために黒にしています。そして3つ目のここはクリーム色、この4番目のクリーム色にすることでちょっと可愛らしさを出しています。真っ白にするよりもね、ちょっとクリーム色っぽさで可愛らしさを出しています。そして手袋とかはもう真っ白にしてます。ハイファイデイズの衣装はねみんな手袋しててそれ真っ白なんで、まあ、同じ感じで真っ白にしてます。そして最後のヘアアクセサリーのところは同じように服と同じように水色にしています。なのでこんな感じの衣装になっております。全体を通してみるとこんな感じで、ハイファイデイズの衣装も同じようにね、うちのところ輪郭のところがゴールドのライン入ってたりするんで、まあ、割とっぽいかなみたいな、似た感じかなと。ちなみにこんな感じ、なかなか可愛くできたと思います。はい、次にももかです。ここから先はもうほとんどちえちゃんと変わりがないんで、まあ、さっくり紹介していきます。ベースは赤色です。アクロスザスターライトの衣装と似てるから、ちょっとこっちの濃いのにしようかなって思ったけど、なんかそうするとちょっと雰囲気変わるからこの赤にしました。まあ、ここの2つ目をグレーにすることによって、まあ、アクロスザスターライトの衣装と、まあ、結構違った印象になったりするんで、まあ、これはこれでありかなと。そして3つ目と4つ目は同じ色を使ってます。で5つ目のここのヘアアクセサリーないけど、赤にするとちょっとクリスマス感がね、緑が入ってるからクリスマス感出ちゃうんで、キュートということでピンクにしております。全体はこんな感じです。はい、このような感じになっております。はい、次はカオルちゃんです。カオルちゃんの衣装がオレンジ色なんやけど、オレンジがよく見るとなくて、あ、オレンジないんやってこの時にちょっと思ったんやけど、オレンジがなかったからもうこの濃い方の黄色にしました。で、あとは同じ感じになっています。ヘアアクセサリーはオレンジを選びました。はい、全体はこのような感じです。なかなか黄色と黒がねピシッとしたような感じのね色味になっています。はい、次にミリアちゃんです。ミリアちゃんとニナがほとんど同じような黄色っぽいベースの色やったんで、ちょっとね差別化を図るのが難しかったです。ベースはこの薄い方の黄色にしています。で、2つ目は同じで、3つ目をねだいたいみんなクリームにしてたんやけど、ここで白にしてます。ちょっとクリームにしちゃうと結構なんか黄色っぽくなっちゃうんで、まあ、ちょっと白にしました。で、ここです。ここをちょっと色を白にしてみました。頭のところね、ここの色がこの下の中のちょっと見えにくいけど、このかぼちゃパンツに影響を受けるんで、ミリアちゃんはちょっと白にしてみました。全体を通してみるとこんな感じ。ちょっとかぼちゃパンツが見えにくいけど、見えない見えないけど白くなっております。
はい、続きましてニナです。ニナはね、ほとんどミリアちゃんと一緒で、まあ、ベースも同じ色で、ここも同じ色、ここも同じく、ここも同じなんやけど、唯一ここだけちょっと色を変えてみました。オレンジ色で、このことによって中のかぼちゃパンツがオレンジになって、ニナがね、ニナが元々の衣装もかぼちゃパンツになってるから、まあ、そこでね、ちょっとそれっぽい雰囲気を出せたかなと思っています。全体を見るとこんな感じです。あ、この角度で見るとよく見えるね、かぼちゃパンツ。はい、という感じでね、はい、こんな感じの衣装になっています。はい、といった感じで5人のね、ハイファイデイズ風衣装をちょっと作って見ていきました。 MV で見るとこんな感じになります。まあ、ちょっとヘアアクセサリーというか頭のとか、まあ、ちょっとその辺とかもちろんね、ちょっと雰囲気違うかったり、本物と雰囲気違うかったりするんやけど、でも割とね、割といい感じで作れてるかなって思います。十分ね、十分これでも雰囲気はね、楽しめるかなと思います。はい、といった感じでね、同じ衣装なのに色変えるだけでね、こんな風にちょっと楽しめたりするんで、私にとってね、ドレスコーデかなり楽しい機能になってるんで、必ず魔法の生地とかは絶対集めてます。毎月ちゃんと買ってるし、イベントでも絶対回収するようにはしています。この先ね、この先全員が着れるような共通衣装とかで、またこういうドレスコーデできるような衣装がね、増えればなぁと思います。楽しみにしております。はい、それでは今回はこの辺りで終了したいと思います。もしよろしければ画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。